皆さんこんばんは、上田かなです。さあ今日は待ちに待った XPG のパソコンの開封配信を開催したいと思います。イエーイ。恥ずかしいまあさっきまでのねあれがガンガン流れてると思いますので、皆さんまあこっから本番だと思って見てください。ということでこちらです。すごくない？大きくない？まあ、私ちょっと後ろにいるからさ、気持ちほら遠近法あるかもしれないんですけど、去年のですねクリスマス25日に実は届いたんです、このパソコンたちが。このみんなで言うところの右上、こっちかな、こっちか、こっちだな。こっちの上にある女の子のキャラクターが一人入ってるじゃないですか。これが私が今担当させていただいているメイラちゃんという女の子です。データさんの、XPG という e スポーツのブランドがありまして、そちらの、ブランドストーリーに担当する、ブランドストーリーに出てくるキャラクターを去年から担当させていただいてるんです。そして、まあ、その後私がゲーム配信などを始めたのをきっかけで、パソコンをご提供いただけるというお話をありがたいことにいただきまして、そしてとうとう仕上がったメイラちゃん仕様のパソコンが届いたということなんですよ。でメイラちゃん仕様ということなんで、今日も私メイラちゃんのコスプレはねちょっとね体がキュッてしてないと難しいんで、ちょっとお正月なんでね着物でちょっと上だけこの髪型と、あとこれこのキャラクター、このイラストではやってないんですけど、メイラちゃんこのねデバイスつけながら敵と戦ったりしますので、こちらをつけて今日は配信したいと思います。じゃあ早速開けていきましょうかどうしよう、何から開ける、やっぱこれ本体から開けた方がいいよね。じゃあ行こうかな。これね傷つけないように細心の注意を払って開けていこうと思うんですが、まあでも今思ったけど開封配信にもしかしたら着物は向かなかったかもな、それが邪魔だわちょっと変な音が入ったらすいません。よっしゃ、そうなんですよ、組み込んでもらってます、もう中身は。私昔スーパーで出すなんていうの、陳列っていうのかな、あれのバイトしてたんでね、レジじゃなくって、かなり大きいもの開けるのうまいんですよ。さあ開けましたよ。あ、じゃあこっちちょっとモニターの方しばらくお休みしていただいて、あ、そうそう品出しね、それですそれです。さて開いた、お、なんか入ってる、これなんだろうね、ポシェット、ポシェットっていうのかな、開けてみると、あーなるほど、ケーブル類とかあれですね、ソフト、なんかあった時のためのソフトがこれ入ってます。ちょっと番号とかパスワード書いてあったらいけないんで、これはみんなには見せないようにしましょう。すごいね、ケーブルもこうやって専用のコードに入ってますよ。そしておっきい、これどうやって出すのが正解だ、ちょっと待ってね考えるから。しまったな、この配信の時にこそあれがいりましたね、サポートしてくれる、まあ、ユーネーとか一緒に持ち上げてもらえばよかった。ちょっと斜めだけ先に見せるとこんな感じ、おっきいね、ドキドキドキ、あ、なるほど、横に倒して引き出すのがいい、わかった、やってみるね、配信の注意を払ってゆっくり横に倒しますよ。よっしゃ、ゆっくり、オッケー、これで衝撃ゼロなはず、合ってる、合ってるかな、合ってそう、大丈夫だね、いきますよ、引き出すよ、そっち側にだけは落ちないようにしないとな。あ、なんかあれかな、これもしかしてスペックみたいなの見たかった、これどうやって見せましょうか、こんな感じのスペックになっております。あ、これあれかしら、みんな見たいかな、ちょっと寄ってみましょうか、タンタタン、こんな感じのスペック、あ、まあ後で写真にあげた方がいいか、そうですよね、よいしょ、
で、しっかり中身はやりますんで。ん？あ、段ボールを切って開封しちゃえばいい。そうね、確かにその方が美しいか。じゃあいきますよ。声が遠い？これね、仕方ないんですよ。今ここに、あ、ここに置けばちょっと声近いかな。声が遠い。はーい、いきます。よっ、何が正解か。ダダーン。うまいもんでしょ。12ロールのティッシュとかはね、綺麗に開けるの得意なんですよ。じゃじゃーん、こんな感じです。横から見ると引き出すぞ。あれ、これどう引き出すのが正解。まあ、ここまで切っちゃった方が引き出しやすいか。あ、そのままいけそう。ででー、ゆっくりいくよ。ゆっくり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 。見て、ピンク色なの。ピンク色。さっと抜きますよ。よいしょ。で、あ、これ多分すぐいけそう。下も抜いて、ほっ、で、これをはっはっ、え、反射してピンク見えない。あ、これあれかな。あ、反射しててそういうことか。ちょっと位置を変えたらいけますね。明るすぎかな。ちょっと待ってね、色落としてみようか。オッケー。ホワイトバランスをオートにしてたの、蛍光灯用にしてきた。見えますか、これでピンク色の。タタタタン、かっこいい、かわいい、やば。あ、待って、でもこれここが下になるのか。だよね。じゃあしっかり立てますよ。よっしゃ、はっはっよっしゃ、丁寧に立てました。そしてビニールが、やや、開封、じゃじゃーん。どう、ここに書いてあるでしょ、 XPG 合ってる？ XPG です。メーラ仕様。メーラの髪がピンクだからやっぱピンクなんですかね。よっしゃ、よくも見てもらおう。あ、いっぱい入ってる。そうね、中が見えるのいかにもゲーミング PC って感じするよね。わあ、すごいな。これ電気つけたいけど、電気つけるのはきっとあれだよね、モニターつけてからの方がいいよね。あ、そうなんです、そうなんです、ゲーミング PC なんですよ。 XPG さんがゲーミング PC ブランドになってまして、すごいね、ハイスペックなこうらしいんです。この中の詳しいやつは後でいっぱい書いて貼り出しますんで、ちょっと待っててくださいね。よっしゃ、じゃあ
モニターもつけて光らせれるかどうかやってみようかな。モニター、モニター。モニターも開封しますよ。よいしょ。またちょっと声遠くなるかも。そう、この間ね、なんか開封配信やったときに、開封してるときに耳のケーブルが邪魔かなと思って今日置き式のマイクにしたんですけど、今日に限ってはもしかしたらケーブル付きのイヤホンマイクにした方が良かった説ありますね。よっしゃ。このモニターは、27型、大きいモニターですね。なんかね、聞いたら私のモニター使ってるモニターさ、この間ちょっと杉山さんとブンさんたちに話聞いてもらって型番とか調べたら、ずいぶんちょっと昔のモニターみたいでね、早々に変えた方がいいですよって。そうそう、ちょっと調子悪かったじゃないですか。それも見越してちょうどね送ってくださるってことで、本当に神様のようですね。だからこれどうしよう。プルってことは引っこ抜けってことだよね。じゃあ引っこ抜こう。これも、あ、出し方書いてある。横にして、よいしょ。横にして、このプルのところを引っ張って、で、ケーブル類を取り出す。これか。ケーブル類、あ、合ってるね。ケーブル類を取り出して、立てる。はあ、この作業ドライバーがいる。割れちゃった。ドライバーを使わないとこれ立てられないのか。ドライバー一応うちにもあるのに用意してなかった。ちょっと待ってね。これ出し終わったらドライバーを取りに行こう。はーい、開きましたよ。このね、最後の一生ね、ひっくり返したりするから大丈夫かな。 OK で、これだ。ケーブル、ケーブル、ケーブル、ケーブル4本もあるんだけど、 HDMI ケーブルかな、これ。あとアダプターだよね。説明書。あ、びっくりした。猫いるじゃん。やば。今ここに猫ちゃんがね。そんなとこで寝てるとかある？ずっといた？ちょっと見ます？やばくない？むちゃくちゃすぎる。いつから寝てたの？よいしょ。じゃあ猫ちゃんを置いといて、これが、あ、足になるところね。あ、でもこれ、あ、ドライバーいらないやつだな。あれだ、あのなんかくるくる回せるやつ。よいしょ。で、開けた。すごっ。うちのモニターの 1.5 倍ぐらいあるかも。これどうしよう。いきなりエペックス上手くなったら。はい。で、ここ、これ
か、さっきのこれだ。で、こうするのは正しいんだよね。この段階でつくのかな。いや、ちょっと多分これ干渉してるな、この下の。よいしょ、危ない。これをじゃあ出してからの方がいいな。出すよ。モニターの正しい持ち方ってあるのかしら。これ持っていいんだよね、きっとね。ワーリング気をつけてね。分かった、気をつける。優しく鍵盤を取り出して、すっごっ。これ今まで見えなかった部分とか見えたりするのかな。あー、よいしょ。じゃあこれを立てて4つ穴ぼこのところに入れて、でしっかり固定する。くるくるくる。あ、これ私の力だけで大丈夫かな。ちょっと怪しかったら今度きっと誰か来てもらった時にしっかり。私の握力、じゃこれが限界かな。立つかしら、これで。よいしょ、立たせるよ。あ、立ちそう、ちゃんと。よかった。ややん。さあ開けますよ。ダダダダー、うん、引っかかってる。じゃーん。あー、あ、すごい、ゆるくカーブしてる。へー、え、みんなにも見せたいけど私も見たい。うわー、かっこいい。おっきい。すごいんだけど。これゆるーくカーブしてる方が見やすいよね、きっとね。うわー、安定感すごいな。へえ、あ、そうなんだ。湾曲モニターは集中しやすいんだ。すごーい。うわー、これ見せるね、さらに。よいしょ。これ映った、映ってる。湾曲はさすがにみんなには映んないか。じゃあ、あとね、細かいやつもあるんだって。見えるかな。ちょっとモニターさんたちがいや、ちょっとかなり激しくってね。じゃあちょっと待ってね、この開けるから。これだけ。これはね、細々としたいろいろ入ってるらしいですよ。よいしょ。このね、段ボールを上手に開けることは少し浮かしてやることなんですよね。手先器用？器用なわけじゃないんですよ。普通さ、スーパーで女性がバイトするとさ、レジに回されがちじゃない？私最初に回されたのが食品の方のこういうあの品出し担当で、その後日用品の品出し担当やってたんですよ。みんなはあんまりその品出ししてるとこ見ないと思うんですけど、ほら、トイレットペーパーの12ロールのやつとかあるじゃん。あれとかね、もうこんな段ボールで来るんですよ。それを毎日シャッシャッってやって、でまたさ、段ボール、トイレットペーパーの段ボール結構薄めなんですよ、物が軽いからね。それを中身を傷つけずに開ける技術ってね、結構重要なんでね、まあ、それを高校3年間やってたんでね、上手ですよ私。さあ行きましょう。ポーチ、あ、エイゼタさんのポーチです。お世話になります。
素敵なパソコンありがとうございます。あ、そうですそうです、 AZ さんのパソコンじゃないや、ホームページかのリンクを、概要欄に貼ってあるので、興味ある方そこ見に行っていただければ、いろいろスペックとか他のやつ見れると思います。これはだだーん、チチチチーん、おい、なんだ、おっとっと、あ、はマウスパッド、すごい大きい、ええめちゃめちゃすごい、こんなマウスパッド、マウスパッドって言う、これこれですこれです、私やってるのこれですすごい、私が今使ってるマウスパッドこれだからね差がすごいうわ、あ、キーボードを載せる、キーボードを載せるやつもマウスパッドっていう、大型のマウスパッドでいい、へえすごいな、ちょっと待って、お、並べていこう、へえ、これも売ってんのかな、 XPG メイロちゃんですね、そして XPG プライマー、マウス、マウスです、マウスも開けちゃう、これ光るやつだよね、チャリーン、もう箱がすでにかっこいい、ワクワク感ある、マウスどうだろう、大きいかな、うーん、あ、でもこれぐらい普通じゃない、私の手に合わせるとこういう感じ、女性の手で、まあ出せばいいか、いきますよ、これあれだよね、電気入れると虹色に発色するやつだよね、こんな感じです、マウスパッド、マウスで裏がなんと赤、見てこれ、なんか昨日見た番組で裏が赤のやつはどっから見てもなんて言うんだろう、どっから見ても気を抜いてませんみたいな、レッドソールだったっけな、それは靴の製品だけど、靴の裏側も赤いってことで、どっから見ても隙がないっていう感じで、赤はね多分縁起がいい感じ、こだわってますよっていう印ですね。そしてん、あ、これ最後ですね、わー、あ、これキーボードだ、ゲーミングキーボード、これも光るやつ、光ってそう、待って、ちょっと待ってね、この段ボールよく取ったかな、ゲーミングキーボードよっ、映りますか、頑張れ頑張れ、オートエイム、さて、あ、これも綺麗に撮りたいね、うーん、私自分とこのキーボードをいつ変えたのかわかんないから、多分もしかしたら10年ぐらい使ってるやつかもしれないな、開けた、開けて、ついなんか出しちゃった、みんなに見せずに、こんな感じ、頑丈な梱包材、出しますよ、電源入れたいね、私も入れたい、ちょっと待ってね、え、これなんだろう、これは間違いなくキーボードなんだけど、はぁ、え、かっこよくない、え、なにこれ、え、なんでキーボード浮いてるの、え、普通これ、私のがメカニカルって何、え、めっちゃかっこいいんだけど、私の今使ってるやつ、このキーボードのこのボタンが埋まっちゃってる感じのやつ、
なんすよね。浮いてるだけでめちゃめちゃかっこいい。あ、そっか、浮いてることによってここが光ってるのがよく見えるってことかな。へえ、こういうの最近の流行りなの？増えてるの？へえ。え、まだ入ってるな。あ、なんだろう。WASD。 あ、あれか、変えることができる。あ、これ見える？あ、これあれだな、お、エイムが私の顔に合ってるな。優秀すぎるんですよ、ソニーのカメラって。どうしてもね、顔にエイム合っちゃうの。エイムって言わないか、エイムで合ってる？キーキャップっていうの？あの、あれです、パソコンでさ、移動する、パソコンのゲームってこの WASD で、あの、移動とかするんですよね。合ってる？ WS 合ってるよね。移動する、いや、そうそう、ピントピント、エイム合ってるじゃないや、ピントが合ってる。そうなんです、そうなんです、これですね。一番使うところが間違わないように赤く、赤いやつに変えられるようになっている。素晴らしい。これがあれば Uname もいけるんじゃない？で、これなんだろう、大きな、ん？ん？何かな？え、これどうやって使うやつ？あ、手を置くやつかな。あー、リストレスト？え、こんなんついてんの？え、じゃあこうやって、こういうこと？おしゃれすぎる。へー、すごい。これで全部開封した。開封したけど光るとこ見たいよね。じゃあもうちょっとお付き合いくださいます？今から電源入れるんで頑張って。まずは、猫が白目向いてんだけど、横で。ちょっと待ってね。まずはこっちのケーブルだよね。パソコンの電源のケーブルを入れよう。そうなんですよ、なんか白目向いてんすよね。めっちゃ気持ちよく寝てる感じ。どうしよう、白目の猫さん見たい？見せましょうか。多分ね、熟睡してる時って結構白目になっちゃうんだよな、あの人。ほら、これで寝てるんすけど、あ、ちょっとあんま分かんないか。まあいいでしょう。じゃあ戻りますよ。はい。ダンボールとかすごいね。なんならこの白目のやつ写真撮っとくわ。後で出しますね。はい。よいしょ。どこまで行った？ケーブルだ。あ、すごい。もうあの、大きいやつないんだね。大きいやつってわかる？なんかこの間にさ、だいたい1個大きいバッテリーかませてない？パソコンって。今もそんなことないのかしら。で、この線に、ここか。入れた。で、普通に刺せばいいよね。はい、刺した。で、次だ、モニターね。モニターまだ電源入れないよ。で、パソコンのキーボードとマウス、どうしよう、いっぱい穴があるな。これみんな左から行く？右から行く？今さ、 USB4 つ穴開いてんのよね。トゥン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 。4つどころじゃないな。
1,2,3,4,5,6,7,7つも USB 入る。あ、でも違うな、 SS なんとかって書いてる USB もあんな。あ、わかんない、これどの穴に入れればいいんだろう。ちょっと待って、まあ一番左上でいっか。で、これだ、キーボード。え、どういうこと、キーボードの2つある。え、ちょっと待ってこれ取ってから考えるからこれキーボードなんですけど、キーボードの先っちょが2つに分かれてんの。これどういうこと。あ、なになに、あ、 PS-2 接続、 PS-2 接続、光るよ光るよ、あ、光るすよ。え、じゃあこっちは両方パソコンでいいのかな、もしくは片っぽは充電器なのかな。こっちにはあのつなげますよマーク、あのキーみたいなやつ、槍みたいなマークついてて、こっちには EXT って書いてある。刺すか結局刺すちょっと待ってね、マイクさん、マイクさん、マイクさん、ちょっとずれてもらってよろしい結局刺すのよ。よいしょ、どっちから刺そう。あ、でも多分こっちのよく見るマークの方は刺した方がいいよね、すぐね。刺した。で、この EXT ってやつも普通にここに刺してみよう。光らせるようだから電力をこっから取りますよってことだよね。 OK、 刺した。で、レストさんにはちょっとお休みいただいて、せっかくなので綺麗なマウスパッドを、これみんなに見える方向にしとこうかな、せっかくですからね。いつもはちゃんと自分向きにしますけどね。こうしてメイラの顔見える？見えてなさそう。絶妙に見えてね。こんな感じにしましょうか。後でちゃんと全体の写真撮り、そこなら見える？広さが足りないね、この机のね。ちょっとじゃあくるくる巻いとこうかな。はい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 。ここをね見せたいんですけどね、せっかくだからお顔見せておきましょう。で、モニター、モニターのケーブルがいっぱいついてて、これは多分あれパソコンにつける方でしょ。これなんだろうな、 HDMI ケーブルのようでそうじゃなさそうな気がする。わからないものはひとまず置いておこう。で、これは、あ、これもわかんないな、片っぽがわかんない。なんかこの四角いやつ見えないでしょ、わかってます。ディスプレイポートっていうの、こんな感じです。四角？三角？四角だね。映れ。私にあれが合ってる。あー、ダメだ。
まあよく見るやつだけ先につなぐわ。よいしょ。だいたいディスプレイポートと HDMI ケーブルがついてる。最近は DP で挿すのがトレンド。 DP って何？あ、ディスプレイケーブルってことか。USB-B、 USB-B 四角は USB モニターのハブ用。へー、ピントがね全部お顔に合っちゃうんですよ。よいしょ。で、これはモニターの後ろだね。モニターの後ろ、あら見えないわ。ちょっと失礼します。ここか。で、多分 HDMI ケーブルでいけそうな気がする。HDMI ケーブル、よいしょ。こっちか。 HDMI の1でいいよね。このケーブルを、ここに挿す。HDMI はこれだな。4つついてんのかな。こっちか。はい、入った。で、これをモニターにも挿す。挿した。これで完了したはず。よいしょ。さあ、いけたはず。じゃあ光らせてみようか。電源をじゃあ入れるよ。あれ、これ電源ってさ、丸の方が入ってんだっけ。丸とチョンっていう棒線。丸、いや違う可能性があるな。ちょっと待って、これ映ってる？よし、ちょっとアップ目にしとこう。光らせるぞ。では電源をオンにした。0と1なので棒の方がオンに上になってればいいんだよね。今入れました。じゃあいきますよ。電源入れ、あ、待って、これ繋がってんだよね。こっちのモニターは電源入ってんのかな。元の電源これか。あ、電源入った。モニターには今電源入った。じゃあいきますよ。電源を入れます。あれ入ってる。あれ、ちょっと待って。ん？あれ、これ私電源入れた？ちょっと待って。よいしょ。合ってるよねこれで。
ゼロがこっち？あ、やば。ごめん。入ってなかったわ。ちょっと待って。え、待って待って待って。もう一回いくよ。ゼロが、線が奥まで入ってなかった。よし。これでいけるはず。いきまーす。入った。うー、すごい！うわ！え？え、めっちゃかっこいいんだけど！回ってんのこれ1、2、3、4、5、6、すっごっ。え、ちょっとこれ見て見て見て、ほら、うわー、これ光ってあんま分かんない。え、どうしよう、この何とも言えない光。ちょっと待ってね、これ消してみよう。ちょっと待って待って待って、その方がよくわかるかな。チュ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 ー、こんな感じ。あ、時間によって色変わってない？これ。うおー、あ、ピンクになったりグリーンになったり赤になったり、かわいいんですけど。よし、は、戻るか。というかさ、私ゲーミング系のパソコンってもっとギラギラした色っていうイメージだったんだけど、これやっぱ周りもピンクだし、パステルカラーでさ、中身の色もさ、ふんわりとした柔らかい色になってんの分かります？これめっちゃ可愛いんだけど。えっていうかすごいね、パソコンの中身見えるだけでこんなテンション上がるんだ。はー、このそれぞれがどの働きしているかわかんないけど、そこだけ見てたいな。へえ。あ、ちょっと待って。こっちも見る？よいしょ。パソコンさん、パソコンさん。モニターさん、あ、モニターさんが HDMI ケーブルが抜けた。よいしょ。これでついた！わー、すごい！いや、私しか分かってないよね。え、ちょっとこれ見せたい！うわー、すごいすごいすごい！え、これセッティングしてくれたんだ！え、ちょっと待って、見せるね、みんなに。ちょっとマイクさん、ここでいいかな？え、これ見て、これ見て、これ見て！ちょっと待ってね。ほっ、じゃじゃーん、完成。うわー、この大きさが全部映んない。こうすればいいか。はい、完成でーす。いい、すごいよー、めちゃめちゃすごい。これさ、大きさわかります？めっちゃ大きい、やばい、嬉しい。あ、これせっかくだから引きましょうね。あ、ちょっとあれも見てほしい。光ってる光ってる、ほらほらほら、ほら、キーボード赤色に光ってる。で、マウスも
こんな感じ。あ、インターネットに接続してないよね。そうなんです、まだ接続してないです。よっしゃ、できました。こんな感じで完成です。イエーイめちゃめちゃ嬉しいね、これ。いや、ただこれ素晴らしすぎて、私全然映ってないけど、もうこれ一生ここだけ映しといていいですか、今日めちゃめちゃ嬉しい。わー、エディットジャパンさん、ありがとうございます。明日からこれで素敵な配信をできるように頑張りたいと思います。いや、エーペックスとか他のゲームもね、日々精進したいと思います。うわー、すごーい。じゃじゃじゃーん。じゃあこれの細かいスペック？スペックやら、あの、それなんていう型番なのっていうのは後でデータにして貼り出そうと思いますので、ぜひそっちの方も確認してみてください。じゃあ、ま、そうですね、こっちで配信するのはOBS の設定とかいろいろあるので今日はできないんですけど、あと5分後ぐらいからいつもの配信をやろうかなと思います。なのでお時間ある方はぜひそちらの方もお付き合いください。というわけで、XPG 開封配信はこちらで終了となります。5分ほどじゃ休憩します。皆さんもトイレ休憩などして待っててください。ではでは。